の話題をお届けする知っとく長崎。今回は長崎市科学館で自由研究に備えようがテーマです。これ大事なテーマですね。スタジオには白衣姿がお似合い、まるで実験室になってますね。長崎市科学館、大場亮さんにお越しいただきました。大場さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、夏休みの宿題の中でも自由研究、これは親子で結構頭を悩ませるんですけれどもね、どうしようかなって結構ね、いつも困っている子どもさんも多いと思うんですが、今日はそんな思いを少しでも楽にしてもらえるためになる情報を大場さんが教えてくださるということですね。なんと自由研究相談室というものが行われるんですね。はい、夏休みね、予定しております。はい、でこの夏休みのね、自由研究相談室ではですね、はい、時間をかけてね、まあ、取り組むとか、その時間に応じてね、いろんな、アドバイスなどをする、はい、まあ、そういったイベントになってます、ね、なるほど。はい、で、その自由研究、まあ、長く時間を使う人もいれば、なんか、もう間に合わない、もう 2,3 日で終わらせたいとか、いろいろタイプがあると思うんですけれども。そうなんですよ、時間でね、はい、時間を長く使える人、中ぐらいの人、はい、サクサクっとね、終わらせたい、その人たちのために、ね、3タイプちょっと今回は、ね、用意しております。なるほど、3つのタイプに分けてアドバイスがあるんですね。そうですね、はい、まず1つ目は、そうですね、時間にそこそこ余裕が、ある方ですね、はい、じっくり取り込める人、ね、じっくりタイプの人は、はい、おすすめは、ね、観察系。観察、なるほど、例えば、ね、星の観察とかそういったものは、ね、あらかじめスケジュールを、ね、決めてから取り組まなければいけないので、はい、まあ、そういったもの、まあ、夏休みの、ね、長い期間に、ね、ちょうど利用できるので、こういった研究に、はい、まあ、チャレンジしてもいいかもしれないですね。なるほど、まあ、テーマがしっかり決まっていたら、もう長い時間をかけて取り組めるっていうことですよね。さあ、次のタイプは、はい、こっちが、ね、そこそこですね。そこそこ、はい、そのバランスタイプですね。バランスタイプですね、はい、でこの人たちには、ね、実験系の研究ですね。実験ですか、はい、実験の中にはですね、いろいろな知識があって、これをしたらこうなるっていう結果を、ね、知っている、まあ、研究がたくさんあると思います、はい、だけどね、それをね、実際にね、自分でやってみると、なかなかね、そういった結果にならないっていうことがあるんですよね。確かに、教科書とかに実験の様子がね、載っていて、結果こうなりますって載ってるけど、実際に自分でしてみたら、あれ、うまくいかないなってことありますよね。なので、そういったふうにね、実際に自分でやってみる、まあ、再現してみるっていうのが、まあ、一つ重要なんですけれども。なるほど。あともう一つはね、これをやったらこうなるだろうって予想、予想を立ててから行うと、素晴らしい実験になります、ね、なるほど。そうですね、そのバランスタイプ、この方も結構多いかもしれないですね。そして、3つ目のタイプは、3つ目の人はね、もうね、テスト期限がないとか、あと夏休みはね、別のね、旅行とかがあるので、早く仕上げたいっていう人ね。あ、それ私タイプかもしれませんなるほど、じゃあ時間をキュッと、短くできるサクサクタイプですね。そうね、サクサクの人はですね、まあ、工作とか、いろいろね、調べてみるとね、工作とかあるんですが、はい、それをね、作って終わりじゃなくて、はい、まあ、作ってみて、その時にね、材料をね、別のものに変えて工夫したとか、そういったね、ただ作っただけじゃなくて、そのね、作った時に工夫したことも合わせて提出すると、ちゃんとしたね、自由研究になります、ね、なるほど。研究というからには、まあ、作って終わりじゃなくて、そのいろいろ自分が工夫したところ、改良したところみたいなのをこうまとめて、それも合わせて提出すると、ちゃんと立派な研究になるってことですね。そうですね。あ、これはいいヒントをもらいました。さあ、今日はですね、サクサクタイプとして簡単にできる自由研究をご紹介いただけるんですよね。はい、今回ね、ちょっとね、用意したのがね、こちらのね、はい、材料を使ったね、ペットルネードという工作を。ペットルネード、面白い名前ですね、はい、ペットボトル、トルネードをね、略したんですけど、はい、いるものはこちらね、ペットボトル2つ、はい、で中にお水入ってますね、はい、分かりやすくするために色水にしてます、はい、そしてあとプラ板、あ、プラスチックの板です ね、 よく100均などに売ってありますよ ね、 ですね。そしてそれを切るためのハサミ、はい、そして穴開けパンチ。あ、穴開けパンチ、はい、1回いきますね。で、あとね、さっき私がメモン使ってたね、この油性ペンなんですね、はい、印をつけるのに便利な油性ペンですね、はい、で作り方はですね、はい、まずペットボトル蓋はいりません、取りますね、はい、そしてプラ板でね、こういった、まあ、
蓋と同じぐらいの印をつけます、はい、でそれを切り抜いて、さらにその切り抜いた、ね、中に、はい、これねパンチで穴を開けてるんですよね。あ、なんか五円玉状にするってことですね。そうですね、真ん中に穴を開けるんですね。これね1個の穴だとちっちゃかったのでね、はい、ガチガチガチと穴をちょっと拡張してます。なるほど、ちょっとずらしながら開けると少しいい形の大きさになりますね。そうですね。そしてね、こちらね、あの説明し忘れたんだけど、これ何だと思います？これはね、何ですかそれ？ホースなんですよ。ホース、ホース、あ、水をね巻くためのホース。ビニールホースをこう短く切ったものですね、はい、この長さはね、ここの長さと大体同じにしてください、ね、ペットボトルをこう重ね合わせた時との口の部分と同じ長さに切り取るんですね。ジョイントですね、はい、じゃあ先ほどね切ったねプラ板をね、はい、落ちないようにね乗っけるんだけど、ここに、あ、よいしょ、ジョイントさせるために今ホースが装着されて、その中にプラ板の、あの5円玉状のプラ板が入りましたね。で上を、ね、くっつけるだけで、はい、完成で、あ、これでも出来上がりですか？出来上がりですね。え、すごい簡単にできましたね。でこれを、ね、逆さにすると、はい、よいしょ、あれ落ちないんですよ、なかなかね。これ穴が開いてましたよね。開いてるはずですね、うん、でここ何も入ってないように見えるけどね、ここ空気が入ってます。あ、うん、空気があるから簡単に落ちてこないんだ。そうそう、空気と、ね、水がこう押し合って、ね、なかなか落ちないんですけど、はい、これに、ね、空気の通り道を作ってあげます、はい、通り道、あ、おお、わ、トルネード、おお、なんか綺麗なね形のトルネードができましたね。ああ、どんどん落ちてきますね。ここにね水のね通り道があると、水と空気がね簡単に入れ替わることができるので、早く水を落とすことができますね。なるほど、今こうくるくるって回転させて通り道ができたんですね。そうですね。へえ、面白い、うん、これでもね完成なんだけどね、はい、水が漏れやすいので、ええ、ビニールテープを巻くなどね、接着剤をつけるとか、うん、中をねスライムにしたらどうなるのか、スライム、穴をでかくしたらどうなるのかと、いろいろね変えることによって、まあ、実験になりうるのでね。なるほど、まあ、作ったねこのね完成品もねすごい綺麗だからね人気があるんだけどね、はい、そういうふうにね実験の拡張性があるので。なるほど、うん、これは面白いですね。なんか楽しくできそうですよね。はい、この自由研究相談室は7月21日日曜日ですね。詳細はご覧の通りです。夏休み始まってすぐになると思うので、もう最初のうちに計画を立てておくってことが大事でしょうからね。さあ、そして、続いてのイベントが最終品分類会ですね。はい、こちらはですね夏休みに集めた、虫とか岩石、植物などを専門の先生と一緒に、調べて分類するというものですね。なるほど、はい、ぜひねたくさんの標本を持ってきてもらってね、似てるものなのに名前が違うとかね、そういったものを見分けることができますのでね、ぜひ来てくださいね。はい、もう専門の、ね、先生に教えてもらえますのでね。最終品分類会は8月17日土曜日、そして18日日曜日の2日間ですね。詳しくはご覧の通りです。さあ続いてはロマンチックなテーマですね。はい、続いてはですねペルセウス座流星群の特別観望会を科学館で予定しています。はい、夏のおなじみの役ですね。そうなんですよ、決まった時期にね現れるんですけど、これはですね流れ星というのは、あの彗星、後期星が通った後に発生するものと言われています。はい、その様子をね地球から見るとペルセウス座から放射状に流れているように見えるので、ペルセウス座流星群と呼んでいます。これはぜひね、あの観察したいですよね。ペルセウス座流星群の特別観望会は8月12日月曜祝日午後8時から11時まで、夜ですね、開催されます。詳しいことは科学館のホームページご確認ください。さあそしてこの夏の特別展があるんですよね。はいですね、こちらですねポスターが出てくるかな、はいはい、夏の、ね、特別展はドキドキ探検 3D ミステリーゾーンを開催予定になっています。あ、今ポスター出ましたね。面白そうですね。そう、光と闇の不思議にチャレンジするイベントで、皆さんの、ね、身の回りに光が満ち溢れていますが、闇の世界では感覚が研ぎ澄まされて、まあ、普段は、ね、見えない感じないっていうことをね、まあ、改めて発見する ね、きっかけになると思います。はい、で会場では 3D メガネを利用した展示もあり、物が見える仕組みや光の特性、あと恐怖を感じる心の仕組みなども解説しています。心の仕組みまでですね。でさらに、ね、子どもの、ね、チケットを持っている方にはミステリークイズラリーにチャレンジすることもできます。はい、まあ、実験工作をテーマにしたクイズを、ね、予定しておりますので、
これね、全て解くことができた人には記念品も用意しております。あ、なんと記念品まであるんですね。これはぜひ皆さん参加していただきたいですね。夏の特別展、7月13日土曜日から9月23日月曜祝日まで開催されます。こちらは大人が700円、子ども500円となっています。こちらの関連イベントもあるそうですね。はい、特別展の関連イベントですね。ミステリーランプシェードというのを用意しています。はい、まあ、光と闇を、ね、まあ、テーマにした、ね、工作なんですけどね。で、他に、ね、工作以外にもその、ね、あの明かりと、ね、科学についての、うん、まあ、秘密を、ね、あの探ったりとか、あと、ね、まあ、石と、ね、鋼とかを、ね、すり合わせて火を、ね、発生させる実験とかね、なんといろいろありますね。うん、そういったものも、ね、体験できますので、うん、ぜひ、ね、参加してみてください。はい、ということで、詳しいことは科学館のホームページをご覧ください。それでは大場さん、最後にテレビをご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、自由研究は、ね、すごい大変なんですが、はい、まあ、自分で、ね、計画して、ね、実践するということはですね、まあ、今後も、ね、あのかなり役に立つ、ね、能力ですので、うん、今回の、ね、夏休みの自由研究を通して、まあ、楽しみながら学んでいただければと思います。はい、自由研究どうしようって困ってる皆さんは親子で科学館にね、特にその7月21日の、自由研究相談会ぜひ利用していただいて、で科学館ではいろんな催しが行われていますので、きっと参考になると思います。皆さんぜひお出かけください。今回は長崎市科学館の大場さんにお話を伺いました。大場さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。